60万円という破格で購入したこの五鈴ロデオキャンピングカー、アウトドアでの利用のみならず動く事務所としても非常に使えるアイテムです。今回はキャンピングカーを普段事務所として使っている僕たち夫婦の一日の模様をお届けいたします。ビビリの家族エクキャンピングカー生活事務所活用編参ります。ちなみに本日発売のグッズプレス11月号に込み上げロデオを掲載していただきました。ぜひご覧ください。はい、皆様おはようございます。込み上げです。ちょっとだけ装備をお見せします。ここにポータブル電源が3台入ってたんですよね。これを全部もう下ろしました。下ろした理由はもう重たいっていうのとこんな使わないっていうのですね。今メインバッテリーエコフローっていうところのこのパワーシステムってやつなんですけど、で2000ワットアワーぐらいですね。冷蔵庫の電源はこれです。ソーラーパネル2系統で入ってきてて、うん、こっち側がこのバンクベッドの上についている 200W のソーラーで、こっちが 150W のソーラーパネル2枚で 300W から入ってきてる、まあ、計 500W から入ってきてるんですね、うん、まあ、ぶっちゃけ言うとちょっとオーバースペックなんですよね。この週末キャンパーとかじゃない今うち、うん、相当場所取ってるもんね。そう、場所取るし、まあまあ重たいんですよね、うん、ただ冷蔵庫がこれで止まるっていうことはまずほぼない。アウトドアにしても事務所にしてもやっぱりキャンピングカーの冷蔵庫は連続で稼働できると非常に便利です。家庭用冷蔵庫よりも省エネ効率が高い車載用冷蔵庫、その仕組みをお伝えします。この冷蔵庫消費電力 60W なんですけども、これがずっと続くわけではありません。一旦庫内が設定温度まで下がると消費電力 1W になるんですね。そしてまた庫内の温度が上がってくるとコンプレッサーが作動して消費電力 60W になります。このようなサイクルで冷蔵庫は動くので、ずっと 60W 消費するというものではありません。ではこれに伴ってソーラーパネルとポータブル電源の関係性を見ていきます。ポータブル電源はソーラーパネルから充電しながら電化製品に電気を送ることができます。この時ソーラーパネルからの充電が 100W あると想定すると、冷蔵庫の消費電力 60W よりも発電量の方が高いので、ポータブル電源の残量は全く減らないという形になります。そして日が暮れてきて太陽光からの充電がなくなると同時にポータブル電源の残量が徐々に減ります。そして夜を通してまた次の日順調にソーラー発電から 100W が入ってくれば、 60W は冷蔵庫の消費電力に回り、残りの 40% がポータブル電源の充電に回っていくということになります。さらに冷蔵庫が消費電力 1W のゾーンに入った時はポータブル電源に 99W 充電されます。このようなサイクルを作ることで冷蔵庫の連続稼働が可能になります。僕の経験上からになってしまうんですけども、冷蔵庫を連続稼働するために必要なポータブル電源、少なくとも 1000Wh は欲しいなというところ、 1500Wh あれば万々歳です。ソーラーは 150W 以上あれば曇りでもある程度は発電するので安心です。もう一個これね、2ヶ月前ぐらいにうちに来ました。で、企業案件で今我が家で一番機動性が高い。私でもなんか持つの嫌じゃないなっていう感じだもんね。で4キロしかなくて容量が 288W。 他社でもこのぐらいのポータブル電源っていっぱいあるんだけど、ズバ抜けてます。まずね、600W まで使うんですね、こんなちっちゃいのに。うん、今ね、うん、今日みんな私からさ、ふーんって感じで、男の人ってこの話全部スルッと入ってくるのと信じてる。じゃあ行きます。はい、何するんだっけ今日。今日、うん、今日一日さ、うん、じゃん、俺の動きをさ、追っかけてさ、普通になんかどうやって使ってるかみたいのを皆さんに見せたいから、キャンピングカーを、うん、なんか追っかけてくれれば、うん、ちょっと厳しい言い方したりするかもしれないけど、それは嫌だけど、すごい性格悪くなるよね、撮影してると自分であんま気づいてないんだけどね。そうでしょ、それが危ないよね。やっぱ夫婦でさ、仕事するのは結構厳しいよね。まあ、夫婦だからこそできるっていうのはある。夫婦だからこそすごい意地悪感ある。厳しさはあるよ、だって仕事として考えるからさ。いやでも別に私厳しい先輩じゃなかったよ。後輩にね、こうなんかミーティング で、うん、でこうした方がいいからこうしようみたいに言ったら、うん、なんかねこうやってね、めん
どくせーって言われたことある。めっちゃ舐められてる。それで、後輩でしょ。何も言えなくて下向いてた。舐められてる。いじめられてるみたいな感じだった。いじめられてるかもしれないよ。一回見に行きますか。はい。おはようございます。おはようございます。最後の仕上げで塗っていきます。これで。でかいですね。でかいです。これは多分どこのコーティング業界の人もやったことないと思います。あ、そうですか。間違いない。それをバチッと取ればいいです、ね。バチッと。かしこまりました。よろしくお願いします。大きいね、本当にびっくりした。え、大きいね、あれ画角入れるのすごい大変だね、距離感とか。ドローンは飛ばせないでしょ。高さは十分だけどさ、許可取るのが大変だよ。これでも結構ミスってる西君にしてはさ、結構だし、このね、ここにドローンもかっこいいね、結構。うん、一回電源を、よいしょ。ちょっとさ、近すぎない？近い。もうちょっと全体的に撮れるよ。だってあっち行ったら映らないじゃん。こいつムカつくんですよね、撮影してると本当に。そこが西君の陣地。カメラ俺がここに置いたら常に充電してほしいんだよね。結構消耗するから、これだけ暑いと、うん、離れてそっち側から撮って。桃使ってます。頑張れパパ。きっと筋肉の限界を感じてるはずですね、あれは。上の作業が多いから取れないね。あ、そう。悩みどころだね。これからどういう作業になりますか？なんか注入したりします？こっちに入れて、はい。で、これで注入した。そう。はい。カットいただきます。お願いします。滑ってる。汗かいちゃった。筋トレだ。本当筋トレだよね。筋肉痛じゃない？ね。あ、ライトついてるの。そう、ライト。めちゃめちゃいいね。夜とかいつも大ピンチになるもんね、いつも。よいしょ。これ肩のストラップもついてるわけよ。そうなんだ。で、肩につけて、うん、結構長期の追っかけていくときはこれショーってこれつなげてやってる。お土産さんはね、いつもね、このポータブル電源を玄関に置きっぱなしにして、私がいつも片付けるんですよ。だから、軽いとすごい、私も助かる。やりっぱなし代用。いや、お腹すいた。今、12時半いかないぐらいかな。お昼入るの。よろしくお願いします。お疲れ様です。お昼ですか。はい。シャワーも浴びます。最高だね。汗がやばい。シャワー浴びる。いいね、臭くならなくて済む。しかも着替えるからね。こっちは玄米だから、もう浸してます。やめとくよ。ちょっと脱いでいいよ、これ。いつも入れてるから。入っちゃうよ。これ360度カメラに映っちゃうから、うん、いいね。ちょっと。よいしょ。あ、ちょ、待って。まだ待って。あ、これを撮るの？なんかそのせいになるカメラ撮ってるすが一本受けたけど必死だよこっちも。いいよ。で、やっていいの？いいよいいよ、うん、
luz de primavera con aire puro que libera mi corazón. Bye bye. しっとりしてる。Llegaste a mí。なんだこのキャバクラみたいな。違う。車中飯。いい感じに炊けてますね。家電いいた。メモリー2個。まあまあ使った。今日のランチです。いきなり質素になりました。はい、玄米、これ西側農園から取ってるやつ。この玄米ね、めちゃくちゃ美味しいです。ね、本当おすすめ。めちゃくちゃ。これじゃないともうダメになっちゃったね。これ昨日の夜ご飯の。ごぼうと豚肉とこんにゃくの炒め物と、あとズッキーニの炒め物と、はい、ぬか漬け天気便利だね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。キャンピングカー事務所での一日、この後食事を取った後は先ほどの VTR をチェック、そしてお昼寝をさせていただきました。仕事中、街の喧騒の中でこのようにキャンピングカーの中だけは極上の休憩室になっています。当初巨大すぎるトラクターにあたふたしましたが、なんとか無事撮影も終了しました。今回は北海道帯広市にある GMAX 様という会社からご依頼いただきました。ありがとうございました。今回制作させていただいた動画の URL は概要欄に貼ってあります。ぜひご覧ください。はい、ということで最後はこちら。今回大活躍してくれたのに妻が全く興味を示さなかったポータブル電源。エナノーバーイーザーイーザー。これ今実際に我が家がロデオに乗せている唯一のポータブル電源です。もう僕の仕事柄もあるんですけども、めちゃめちゃ使いやすくて本当に気に入ってるアイテムなのでご紹介します。他社の同スペックのポータブル電源と比べた時、これ本当にと思うとこが多々あります。最近発売された同容量のジャクリ300プラス、そして容量では若干劣りますが人気のエコフローリバー2と比べた時大きく上回る点が2つあります。それが AC 出力です。ジャクリ300プラス、エコフローリバー2はともに 300W、 サージ電力は 600W、 しかしイータはこれの倍となる 600W を実現しています。サージ電力はなんと1100W。 はい、イヤホンとかなと思ったんですね。なので実験してみました。ディスクグラインダーいきます。定格出力は 550W。 電気工具はもうモーター回る瞬間に起動電力めちゃくちゃ大きいんで一番テストしやすいです。いきます。すごいすごい。ただやっぱ起動電力の時にちょっと迷いがある。もう一回いきます。ほら、使えるけど起動電力の迷いがちょっと面白いですけどね。まあ嘘じゃないですね、ちゃんと回る。はい、ちなみに我が家でずっと活躍してくれてたこのジャグリン708、容量も倍以上だし、定格出力が500、瞬間最大が1000かな、かなり倍以上の値段がするやつなんだけど、これでちょっとやってみます。いきます。はい、動かないんですね。ここに今びっくりマークが出てるんですけど、これだと動かないんですよ。こういう電気工具を動かすっていうのが気に入って今レギュラーで使ってます。で、あとね、もう一つこれがすごいいいのがソーラーの充電量がめちゃくちゃ大きいんですよね。他の例えばジャクリ300プラスとかリバー2ですか、あの辺だったら多分 100W ぐらいしか入ってこないんですけど、これね最大で 200W まで入ってくるんですよ。このね、小型でここまで入ってくるのっていうのは僕初めてなんですね。まあ、ただ入電圧がちょっとネックで、これ 20V までなんですね。なのでソーラーパネルを選ぶとき、開放電圧というやつを20V 以下のを選ばないといけないんですね。まずこれで冷蔵庫どのぐらい動くかな。そのちっちゃいので冷蔵庫動くの。動く。14時間ぐらい動くだろうね。本当に。はい、ということで興味本位やってみました。冷蔵庫の消費電力 55W、 室温は28度、開始時間は2時45分です。ちなみに電源は 12V のシガーソケットケーブルから取ってます。あと先ほどお伝えしたこの冷蔵庫の省エネモード、 1W になった時電圧が低すぎてポータブル電源の自動電源オフが働くことがよくあります。イータの場合はこのスタンバイボタンというのがあって、この赤い点滅が出るとですね、どんなに電圧が低くても電源が切れることがないので、これめちゃめちゃポイント高いです。そして検証をスタートして約5時間後にカメラの充電が切れました。カメラをチェンジしてさらに回します。
そしてイータが力尽きたのが朝方の4時12分でした。よって稼働時間は13時間と27分でした。まあ、思ったより伸びたなという印象だったんですけど、ただ室温がですね28度から21度まで減少してます。なので夏はここまで、持たないかなという印象ですが、先ほどお伝えしたソーラーからの入電量が大きいので、発電量の大きいソーラーを用意できればこんなに小型でもかなり長い時間冷蔵庫を回すことができると思います。やはり持ち運びが楽というのは本当に使い勝手がいいです。バッグに収まるイータ、我が家では当分レギュラーの座を獲得すると思います。